昭和の学校では反抗的な態度を取ると廊下によく立たされていたりしたそうです。ちなみに僕のいた小学校では反抗的な態度を取り続けた結果、廊下に机まで移動させられた生徒がいました。夏は涼しくて快適だったようです。さて、次回はそんな机のお話。次回、学生気分のブログ物語、最強の勉強方法を求めて第8回、スタンディングデスク。僕の部屋にはまだくるくるメガ付きの国用の学習机があります。